今回9回目も主催産経新聞社フォーデイズ株式会社の特別協賛にて開催させていただきます。脳っていうのは年齢とともに縮んでいきます。でもこれは老化現象で、それは普通のことなんですね。脳の縮み方っていうのは人によって違うんです。肥満、飲酒、高血圧などはこういうのはできるだけ避ける。ただし大好きでもう甘いものだとかお酒を我慢してイライラしてストレスばっかり感じてるのは良くないです。いろんなことに興味関心を持って暮らす。そして脳にも体にもバリアフリーっていうのはダメなんです。栄養は当然必要なんですね。私たち人間を含めて生物は栄養がないことには生きていけませんから、生物に栄養を与えすぎない方が長生きをするということが分かっています。最近こう遺伝子検査とかっていうのがこう社会に広まりつつあって、自分の遺伝子だとこれはアルツハイマーになりやすいとかがんになりやすいとかっていうような情報が手にいるようになったんですけども、一方でやっぱ遺伝子で決まるっていうと、もう絶対的に決まってるっていうふうに誤解をされる方も少なくないと。寿命とか病気も含めて、環境要因の影響が非常に大きいですね。脳っていうのは、人間の臓器の中でものすごくエネルギーを使って活発に働いてると、我々が注目している脳に良い栄養成分ということなんですが、それは核酸栄養。核酸っていうのは先ほどから出てる遺伝子を司っている物質、ね、これが DNA と言いますね。 DNA の情報を読み取ってタンパク質をこう作っていく、そういう役割をしているもう一つの核酸が RNA と。私は18歳の時に、摂食障害の拒食症という病気を経験しています。その時に1年間私はフィギュアスケートから離れています。もう脳で自分で食欲をコントロールすることができないわけです。食べることの方が怖いんです。その時に私がいくらスケートが原因でこの病気になったとはいえ、好きなスケートは絶対に諦めたくないと、本当に地道にですけれども、食べられるものから口にきちんと運んでいくことができるようになるまでということを一緒になって母親が取り組んでくれたので、私はこの病気を克服できたと思っています。人間のそのいろんな臓器っていうのはだいたい余裕を持ってこうできているんですが、一番余裕があるのが実は脳なんではないかと。なんで猿を研究するかっていうと、人間のことを知るために近いけど違うっていうのと比べると分かりやすいんですよね。で、例えば人間はこれが普通だと思ってても、他の動物全然そんなことないっていうのはいろいろあるんです。環境なしで遺伝子だけの世界なんてありえないんですね。私たちの生物としての体つきとか行動とかですね、考えること、性格とか、全て環境と相まって作られたもので、でその結果残るものが残ってきたということなんですね。スケートの人生もそのゴールを決めてましたけれども、やっぱり人生も大きく捉えてもやっぱゴールっていうものがあるからこそ、人間ってやっぱり一生懸命生きていられるんだなって、限りがあるものだからこそだと思うんですよね。本当に今日はありがとうございました。人と関わり合いながら生きていくってことはすごい大切やなっていうのを思いましたね。限りある人生やね。私も100まで舞台で踊ろう思ってね。これからの私の人生にまたすごくね、元気をいただいたなって思いましたね。